はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、こちら、プリウスの、フロントガラスのコーティングでございます。はい、まあ、先日ですね、フロントガラスに、まあ、コーティングしました。あのキーパーのね、まあ、ガラスの撥水加工としては有名な一つで、キーパーのウィンドウガラスフッ素という、あの普通は、まあ、ガソリンスタンドで、してくれるというか施工する専門店キーパーラボとか、まあ、ガソリンスタンドで、まあ、提携してるというか、契約してる、なんていうのかな、キーパーのとこでできるやつが、まあ、ちょいちょいこう売ってるんですよ普通にネットを探したら結構売ってるんでね。先日ね、まあ、バチッとね、鱗落としからなんか油膜落として施工をして、で雨降ったんですよ。ところがねなんかわかんない、自分が失敗してたのかもしれないけど、こちらの映像をご覧ください、どうぞ。というわけで、今日はですね、先日キーパーのフッ素ガラスコーティングだったかなを施工して、雨が降りました。こんな感じで降りましたか、降っております。これね、見てわかるかな、ちょっとね見えづらいと思うんですけど、まあ、この辺とかそうですけど、あの想像以上に水を弾いてないっていうこうわかります？これ一回ワイパーをかけるからかな。ワイパーをしかもねかけるとふわっと、これわかります？これ油膜です油膜だらけなんだけど、どういうあれ、なんか変な、うん、あ、ワイパーなとか油膜なりがすごいんですよ。なんで、なんか失敗したっぽいね。一応その、なんていうのかな、鱗落とし、アウグっていう鱗落としで、まあ鱗をもちろん落としたんですよね。綺麗に落として、で、水かけても、一切こう、なんだろう、撥水のあれがない状態にして、あの、キーパーのフッ素のやつをかけたんだけど、これわかります？全然弾いてない。全然まではないか。一回ベタッとなるぐらいね、全く弾いてなかったのから、こんな感じになったと、はい、何これ、しかもこのジグザグのこれは何このジグザグのあれは何、なんかここにジグザグのあれが残ってるこれは何っていう、こんな動きはしてないはずなんだけどね、間違いなくなんかジグザグのあれがあると。で、本当に油膜だらけで、撥水がもう、なんだろう、今日雨2日目とかなのに、もうなんか、なんていうの、撥水を塗って、もう、なんだろう、3ヶ月ぐらい経って、撥水がもう効いてないような感じ。弾いてるように見えるけど、全然弾いてないです、これ。うん、ちょっとピントが合いにくいし、ちょっと小雨なんだよね、今日。この辺のワイパーが当たってない水のところの方が分かりやすいのかな、ほら。全然こう、ピタッと一個ずつの点々の、こう、撥水の力ではないんだよね、なんかこう、ほらほら、この辺こういうとことかね。こんな感じなんですよ。ほら、ベターと。はい。おそらく、なんか失敗したんでしょうね。はい、見ていただけたでしょうか。あれ、フッ素全然効いてないっていうか、まあ、一旦ね、やっぱ油膜というか、鱗取りで落としたんで、油膜も綺麗に落ちてるんですよ。で、乾かして、ね、そこは綺麗に乾かした上で、これ、施工しました。で、施工も、ちゃんと一応ね、動画があるんでね、キーパーのその、なんだろう、検証を受けた技術者の人が施工してる動画が結構あるんですよ。で、それを見てちゃんと施工したんだけど、なぜか失敗だと思うんだけど、全く弾いてないわけじゃないんですよ。なんか、もう、まだらになってるとか、もう油膜になってて、むしろ見にくいみたいな感じになりまして、あ、おかしいな、みたいな。こんなことあるみたいな。で、もちろんね、帰って見直したんですよ。もう一回ね。で、間違ってない。施工間違って、やり方は間違ってないし、あれなんか定着してないのか、なんかまだらに弾いてるというか、なんかね、ああいう状態になりまして、おかしいじゃないですか。どう考えても。いや。ちゃんと説明書通りにやりましたけどというか、ね、全く説明通りやったけど、なぜかね、全然聞いてなくて。2回乗りましたからね。最初の動画のあれで1回目やったんですよ。で、あれから1回雨降って、だから全然弾いて、もっと弾いてなくて。
なんかベターというか、あれなんかむしろ油膜が取れただけの状態みたいになってたんですよ。で、その後洗車したんですよ。洗車したついでにこれも施工したんですよ。全部同じようにキュッ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 なりながらね、施工したんですよ。で、その時は結構多めにね、使ったんですよね。半分今入ってるか入ってないかぐらいです。だから、フロントガラスだけです。結構、この2回目の時はね、重ね塗りだけど、塗ったんだけど、重ね塗りしてさっきの映像の感じです。だから、何かしら失敗してるんだろうね。ということで、もうむしろ今日は見にくいので、今日はこちら。油膜取りといえばね、今もうこれ、すごく売れてる、黄色瓶ゴールドというね、プロスタッフが出してる黄色瓶ゴールド。これで、とりあえず、油膜を落とそうかなと。見にくいんでね。すげえ見にくいんで、とりあえず油膜を落とそうかなと思います。これね、ミンカラで2018、19と1位を取ってるぐらい、なんかね、すごいらしいんですよ。もともとこの普通の黄色瓶のやつも、もともと油膜取りで有名だったんですけど、ここ3、4年前だったかな。なんかこのゴールドって出て、それがなんか一気にドーンと、なんか来てる感じなので、ちょっと今日はこれを使ってみたいと思います。はい、ということで、まずそのままやると傷つきまくりますね、この感じでは。この砂ぼこりが、もうワイパーのところに結構乗っかってるぐらいなので、まずね、これ中水ですけど、水道水ね。これで、まずこの砂ぼこり、こんな感じで砂ぼこりめっちゃ乗ってるので、流したいと思います。これね、パッと見るとなんかこう水はじいてんだけどね、なんだろう、なんかでもベターっという感じだよね。なんだろうな何が失敗したんだろう、なんで悪かったんだろう、もうなんかそればっかりっすねはい、ということで綺麗にね洗い流しました。もう手で一回やって、でそこからスポンジで一回やって、でもう一回手でやってと、もう触った限りでは砂ぼこりはないです。はい、ということで早速このトレアージ実感使ってみたいと思います。一応説明によると、まあ洗って洗い流してくださいと、もしくは濡れタオル等で拭き取ってくださいと、なっております。まあ洗い流したんで大丈夫。あのね、確かこういうのはね、ちょっと濡れたまんまの方が良かったはず。スポンジに少し水を含ませって書いてあるから、まああとは、振って、よく振ってね。だいたいこういうの固まるんで、よく振ってですね。あ、なんかわかる。なんかね、固まってたわ、多分。なんか最初ね、こうなんかいっぱい入ってんのかなっていうぐらい、なんか揺れなかったんだよ。今すげえ、ジャバジャバ言い出したんで。必ず振った方がいいみたいですね。めちゃくちゃ振ると。はい。ということで、あとは、ちょっとこれ、パッと出そう。あ、出なかった。はい。ということで、この黄色瓶。うわぁ、なんかスポンジの上で弾いてんだけど。いきます。せーの。ドンと。あ、まだこう弾いて。見ての通り、バリバリなんか効いてる感じがあるよね、これ。撥水がさ、めちゃめちゃ弾いてんだけど。めっちゃ弾いてんじゃん。何なんだろう、やっぱ効いてたんかな。やっぱガラスになんかね、ワイパー傷があるからダメなんかな。なんかこれめちゃめちゃ弾いてるよね、これ。すごいんだけど。全然落ちる。この辺はなんか落ちる感じがちょっとあるけど見てこれ、弾きすぎじゃないこれ。ほら、超弾いてんだけど。こんな弾くっていうぐらい弾いてんだけど。え、全然取れないんだけど。液追加、ドン。え、全然取れない。どういうこと？あれ、黄色身でこんな取れなかったっけ？これゴールドなんだけど。こっちの手前はなんかね、こうベタっとなってるんで取れ始めてんだけど、このワイパーがあるところに全然落ちないんだけど。なんかめちゃめちゃ効いてるんだけど。
でもワイパーかけると全然効いてないんだよ、全然落ちない、マジで落ちない、こんな落ちないってっていうぐらい落ちないわ、マジ全然落ちないんだけどこれ、うん、だいぶ落ちてきたな、なんかね想像より黄色瓶全然落ちないんだけど、なんだろう、フッ素がやっぱ効いてたんかな、分からんけど全然なんか軽く落ちる感じじゃないんだけどな、もうね今ね10分ぐらいやってるんですよ、片面だけで、マジで落ちないんだけど、この今やっとこうね腫瘍の真ん中辺がこうまあだいぶ落ちたかなっていう感じだけど、マジで全然落ちないんだけど、ちょっとね片面するだけでどのくらいかな撮影時間的に20分ぐらいかな、でやっとこう片面はまあほぼなんか 100% 取れたかなっていう感じです。やっぱね撥水が効いてたんかな分からんけど超時間かかったんだけど、こんな取れないことあるぐらいな感じでしたね、もう完全に取れたと思うんだけどね。続いて運転席やりますか。運転席はまだバリバリ弾いております。はい、意外と全然取れないですね。フッ素がやっぱ効いてるんかな、なんだろう、なんかよくわかんないな。かなり落ちましたね。なんかねずっとやってて分かったコツとしては、相当力を入れてガラスをなんだろう、こう擦るようにゴシゴシするとなんか落ちやすい感じかな、うん、左に比べてだいぶ半分、こっち10分ぐらいかな多分で落ちたかな、そんな感じですね。というわけでもう一回ね助手席の方もがっつり押さえてね、がっつりこうやってもうなんだろう、ゴシゴシ擦るようなガッとねやるんで、スポンジがごめん黄色いスポンジがほぼ圧縮されたぐらいの力でやりました。完全に落ちたね。ということで洗い流しましょう。いきます。せーの。これで綺麗に油膜落ちたでしょ。とんで、蚊が多いんだよね。でちなみに多分気温的には寒いんだけど、俺暑がりなんでね。結構暑いですね。動いたんで。あ、なんかね、触った感じで滑らかになったかもしれない、前より。カード部分だって、本当に。はい、ということで、だらっと流せば分かりますけど、はい、油膜、完全に落ちました。あー、疲れた。これ多分ね、向こうとこっちと入れて、結構かかったね、1時間ぐらいじゃない。もう完全に夕方だもん。想像以上に、やっぱ加工がちゃんと切れたかな、そのフッ素加工っていうのが。全然落ちなかったですね。というわけで、汗びっしょり、蚊も多い。この時期にもう蚊が多いって。他の釣り人の人、ちなみになんかトレーナーぐらい着てますからね。俺が特別暑がりなんだろうけど。やっぱこの草むら越えとか蚊が多いんですね。はい、ということで、とりあえず、もう今日は油膜を取って終わりでございます。とりあえず、もう見にくかったんですよ。雨の日に。なんか、油膜っぽくなってるもんだから、もうむしろない方がいいと。ない方がいいなら買い。ない方がいいならもう取ってしまおうとね。変なフッ素。ということで、今日はとりあえずフッ素だけを、なんだろう、削り落とした。削り落としたでいいのかな。という感じです。もうこれが良かったのかどうかわかんない。やっぱフッ素ががっつり効いてたから落ちにくかったのかわかんないけど、なんか普通のやっぱフッ素のなんかあれじゃなかったんだろうね。本当に1年間守りますよぐらいなんか効いてたのは効いてたと思う。めちゃくちゃかかったもん。片面だけで20分かかっておかしいでしょ。両方で多分30
15分ぐらい、30分か35分ぐらいかかって、でその後またね、綺麗に洗い流してたりしたら、もう、もう撮影始まって多分1時間、1時間以上経過してます、はい。というわけで、とりあえずね、もう綺麗に落としたんで、もうこれで、とりあえず雨の時は見にくくならないことを祈りまして、で、まぁ、ちょっと違う次ね、コーティングもちょっと試してみたいなと思いますので、まぁ、ちょっとね、次回のコーティング、ちょっと何にするか、もう一回あれを半分で割ってみようかなと思うんですよ、次回。半分で、割って、左側はなんか違うやつとか、右側はなんか違うやつとか、なんかそういう風にちょっとね、次回分けてみて、ちょっと撥水の効果をね、試してみようかなと思います。はい、というわけで、今日は以上でございます。ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあね、あっち。